公式無敵キャラ取ってん使ってみた。ダメージ食らわないの、笑うだけなんだよね。かっこいい。今回ね、この公式無敵キャラ取ってんで最難関ステージ行ってくるわ。まあ、ここをやることによりみんなを勝利に導けるのではないでしょうか。これね、あれなんだよね、協力プレイみたいのもあってオンライン対戦もできるんだよね。まあ、それを今日やろうかなと。あ、ヨッシーさん来た。あ、ルイージの方も来たね、左上見て。聞かないね、チートだから。これチートやってる世界の私ね。さあみんなどこにいるんだろう。左上にね、私のアイコンだけ上とか。うわすごい。取って、ちょみんな探してこようか。先に行ってるのかな。これね、あんまりうまくできない方とかだとこうやってね、仲間と協力してやれるっていうのがあるんだけど、私前回それやったんで、ちょ今回お前意外とか弱い乙女なのかよ。聞くのかよそれは。ちょみんなんとこ行きたいね。みんなっていうのはその左上のルイージーとキノピコとヨッシーのとこ。さあ皆さん、ちょっとメンバーがねゴールしちゃったんでメンバーを変えてきたね。上にキノピコの方いるね。あの子と一緒にゴール目指そうか。私はね無敵機能があるから。あ、すごい、クリボーの姿だ。でもこれ何回もこのステージやる人ってあれなのかな、まだクリアしてない方なのかな。頑張ろうねピンクの方。笑い方に癖がすごい。頑張ろう、いいよ。一緒に行こうね。いいんだよ。あ、待つ、他のメンバーも待つか。よし、頑張ろうね。うわ、海外の方じゃん。うわ、これで今日 YouTube のチャンネル登録者海外にも増やそう。もう行っちゃう、誰がリーダーで行く。じゃあ僭越ながら私がリーダーで行かせてもらいます。さあ来たね。え逆ルフィ、俺には仲間がいねえよ。やっぱ逆ルフィ、あーやった、来てくれた。ごめんな、ごめんな、行こうぜ。で、あのヨッシーの方、ルイージ待ってんのかもしんないね。ルイージがいるもんね。え、すごい、なんかみんなほっこりもっこりいい方たちなのかもしんない。そんな中リーダーが一人で、もう自分で勝手にリーダーって言っちゃってるけど、リーダーが勝手に一人で行っていいのか。ヨッシーもあれだもんね、一応無敵モードみたいのあるからね。さあ、あのキノピコ、まだゴールしたことない方かもしんない。この方をゴールまで今日運ぶのが我々ヨッシーとトッテンの義務だね。いやでもルイージーの方も持ちたいよね、待ちたいよね。あ、ヨッシー来てくれたよ。ヨッシー来てくれて、さあグッドマーク出しとくか。グッドマーク出しといて、あ、オッケー、あ、さあ行こうか。え、ルイージー待たなくていいかな。ルイージもういなくなってるしっていうか、左上仲いいなこの3人。私がサスケくんかな、でヨッシーがナルトくんみたいなね、でキノピコがさくらちゃんみたいな。あー、ナルトくん、ナルトくん、お前ナルト、ナルト、ナルト、よかったよ、ナルトが無事で。さくらちゃん、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 ごめんな、さくらちゃんに助けてもらった。こんな醜いナルトは嫌だ。さくらちゃん、おい、さくらちゃん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 に飢えてるナルト、さくらちゃん。危ねえ、あ、ポーズで負けるんだ。え、さくらちゃんやり手なんだけど。うわ、こんなサスケは嫌だ、だったね。さくらを追い求めるサスケ。お、なんだお前、このプリプリ対決。ごめんなさくらちゃん、ナルトとサスケくんが不甲斐なくて。さあさくらちゃん行こうね。いや、さくらちゃん、これどんなギミックだ。あ、これ壁一回蹴れるんでしたっけ。もうなんかあんま覚えてない。いや、これさくらちゃんに恩返そうぜナルトね。やばい、ナルトとサスケが一番弱い、やばい、マニアか私。いいぞ、ごめんなさくらちゃん。サスケが恵比寿先生と同じレベルだった時の世界線出ちゃったね。そんな恵比寿は嫌だじゃない、そんなサスケは嫌だ。さくらちゃん、さくらちゃん、あ、来てくれたさくらちゃん。さあさくらちゃん行こうぜ。さあ相変わらずリーダーシップだけは一丁前な私。
わ、これはさくらちゃん難しいわ。ナルトとサスケはね、スサノオとキュービで無敵状態なんだけど、さくらちゃん白号の印しかないからな。ごめんね、ナルトわかんない人。さくらちゃんナイス、ナイサク。さくらちゃん、あれ、さくらちゃん食らってないのかな。さくらちゃん、いやー、この3人で絶対クリアしたい。いやー、さくらちゃんに恩返したいな。やばい、さくらシス、あ、生きてるわ。さくらちゃん、ナルトくん何やってんだ、無敵のくせに。ねえ、無敵のくせにあいつは何やってんだ。ナルトには厳しいよ、私。やばい、ヘルプって言ってる。任して。あ、さくらちゃん、オッケー、サクッとサクッと助けて。やばい、さくらちゃん、やばい、危ない。さくらちゃん、さくらちゃん助けられたんでかい。さくらちゃん、やばい、さくらちゃんがサスケの加藤豪華というに。いいね。いや、みんなでこういうゲームなのかもしれない、本来だと。さあ、行こうぜ。わ、中間来た。これも私行っていい？さあ、さくらちゃんもおいでよ。行くよ、私。さあ、いいね。いや、かかし先生ラスト一人来ないかな。まだ1枠空いてるんだよね。危ね。ほら、左上。4人で全員でできるから、なんでかかし先生入ってこないんだろうね。またイチャイチャパラダイスでも読んでんだろうね。本当に、あいつは。あいつっちゃ行っちゃった。ごめんな、サスケくんじゃなくて、かかし先生。これなんでもう一人入ってこないんだろう。4人絶対来るわけじゃないのかな。来た。この、小学生の頃までは仲いいみたいなね。ただ大人になると疎遠になるみたいな。まあ、そんな関係は嫌ですよね。このまま一緒に、あれだよね。大人になるまで仲良く行きたいよね。なんかそういう時ってあるよね。小学校仲良かったけど、なんか大人になるにつれ、さくらちゃん！大人になるにつれて全然話さなくなるみたいな。ごめんな。不甲斐ないサスケくんで。ありがとうね、みんな。仲良すぎる。さあ、今日これクリアして終わろうぜ。みんな。わ、これツタ伸ばせるやつか。はい、うまいよ。はい、うまいよ。まあ、無敵だから別にこんなことしなくてもいいんだけど。危ない、うまいよ、私。行くわ、私。はい、はい、はい、はい。でも今日はあれだもんね、音って使ってみたみたいな動画だから。さくらちゃん待とう。乗りてー、ヨッシーの背中。ヨッシーの背中の乗りたさやばいよね。めっちゃ乗りたいもん。いいぞ。で、こっち打って、お、次もラストステージなんじゃないね。そんな感じしますよ、私。うーわ、これはみんなこれ出してこ。え、お、すごい、みんなの位置は見えるようになってる。アップデートされてる。これ本来透明で見えないんだよね。で、味方の位置も見えないんだけど、味方の位置アップデートで見えるようになってる。大丈夫か、みんな。何かあったらサスケくんに。いいぞ。もうみんないる。危ないよ、みんな。足元気をつけて。誰から行く？ナルト行ったわ。さくらちゃん行っていいよ、次。さくらちゃん行こうか。じゃあ次、サスケくんが最後に。行け、俺が、忍者の、すべてを極めた男。よし、よし、落ちた。さくらちゃん、おいで。さくらちゃん、やったね、みんな。いやー、ほっこり回だね。いや、みんな最後にバッチ埋めようぜ。ほら、みんなで写真撮ろう。バッチ埋めて。あ、どうしたの、さくらちゃん。私も入れて、そこにみんなで。集合写真撮って終わろう。いや、微笑ましかったね。この取っ手をいい感じに使いたいな。なんか無敵だから、なんかどこ写真撮っとん。どこ写真撮ってん。撮ってんだけに。まだいるのかな。え、これ、さくらちゃん初ゴールとかだったら嬉しいよね。ナルトくんとサスケくんがちょっと、頑張った、頑張ったというか、ただ無敵の暴力でゴリ押した感あるけど、まあ、よく言えば頑張ったみたいなとこあるから、いや、こうやってね、なんかそういう人いそうじゃない？趣味で。いや、俺の趣味ってあれなんだよねみたいな。人助けなんだよねみたいな。ただ、リアルだとあんまそういうことないかなみたいな。ゲームでこうやって助けてるんだみたいな。なんかそういうゲームの楽しみ方ある人いそう。お、君は？あ、この人とかそうかもね。人を助ける派タイプの人間かもね。
いやさっきみたいになかなかね、ああいう意思疎通なうあることないから、もう一回サスケくんとさくらちゃんが出会えることってほぼないと思うんで、結構奇跡の一枚だったんではないでしょうか。あれ右上週9027、あれあちき9000もあったっけ、レート。あれ知らないうちにあちきレート上がってる。いいじゃん、なんかいいよね、お帰りキャンペーンみたいな。久しぶりにマリオカート上げてたらこっそりレート500上げときましたよみたいな、友達の財布にね知らない間に1000円入れときましたよみたいな、なんかそういうなんかお試しキャンペーンやってんのかな。いや私ねご飯行ったんですよ一人で。でご飯行ってなんかね、そのご飯屋さんがあれだったんだよね、席が近かったんだよね、その隣の人というか知らない人というか隣の人と席が近くて、でわちきの隣の人がなんかわちきねその案内されて席に着いたんだよね。そしたら隣とかちょうど食べ終わったぐらいかな、食べ終わったぐらいでなんか追加で注文してたんだよね。ああそうなんだみたいな、別に特に何もそこまでは特に何も意識しなくて、なんか追加で注文してんなぐらいで、そしてなんか頼んだんだよね、頼んでてなんか頼むその頼んでる間なんか一人でブツブツ喋ってんだよね、うわ怖えみたいな、なんか結界術かなんか泡だけダブラしそうだわみたいな、一人でブツブツ喋ってて、その頼んだやつが来たんだよね。そしたらその瞬間帰ったんだよね。えと思って呪文言って帰ったと思ってなんだこいつアニメのキャラかなと思って、だから一口もそれに手をつけてないの、頼んだやつに新品のまま帰っちゃって、いやあれは何がしたかったんだろうと思って、ワンチャン隠しカメラでなんか YouTuber さんとかだったのかなと思った。その呪文唱えた後何も食べずに帰ったら隣の人はどういう反応するのかみたいな、だから何がしたかったんだろうと思ってちょっと怖かったよね。最初トイレかなと思ったんだよね、すぐ立ち上がって、わあ私じゃない1位どっか行ったから。あ昨日ねみんなやってほしいゲーム、私にやってほしいゲーム応募したら結構な数ねコメントしてくださって、いや皆さんありがとうございます。でここでもう一つ私のお提案なんですけど、マリオオデッセイを仮にやるならなんか縛りプレイってありますか。マリオオデッセイです、縛りプレイは私思いつかなくて、何かしらちょっとしたいなと思ってたんですけど、もしよければ教えてほしいなっていう、だから今日はその謎の人がいたっていう話でしたね。何だったんだろうあの人、あれかな、店員さんにこれでも食べてって感じなのかな、お金は俺が払ったからみたいな、そういうことだったのかな、何だったんだろうね。